アムド地方とカム地方大チベットは、旧世紀にチベットと中国が交和した長慶の解明の際に、チベットの国語として使用された故障で、大シゲルと看護表記された。また、中国とチベット亡命政府などとの間で、チベットの一部、または全体を指す、地理的用語としても使用される。チベット語で、バド、チェンピオ英語で、グレーターチベット、中国語で体制不落、 大政像、大倉区などと表記される、以下のような用法の歴史がある。チベットでは、大チベットに、国語としての用法と、地域区分方式の一種としての用法がある。国語としての、大チベット、チベットと中国が、西暦821-823の,の3年間をかけて締結した、国境確定、平和条約の中では、両国の国語や、君主の称号に対し、 対等、平等に、偉大なるという意味の形容詞、チェンボを冠して、等と記されている。地理区分用語としての、オーチベットサンスクリット語には、地理的に遠くの場所を、大なると表現する用法があり、チベットについてはインドに近い部分が、某オータ、インドから遠い部分が、マハヤボータと呼ばれた。チベットの古典文献に見えるチベットの地域区分方法の一種には、このサンスクリット語による、 区分方式を踏襲したものがあり、プーと大プー等と表現される、詳しくはプーと大プーを参照。この地域区分法において使用される、オーチベットの概念は、アムドとカムを合わせたチベット東部のみを指し、中央チベットは含まない。プーは、チベットを意味する、最も普通の故障であるが、オーチベットと併置された場合には、中央、チベットのみを指す、地域古匠となるのである。 チベット亡命政府は、チベットが自治区とその他の諸省州等に細分化されているという立場であり、チベット全体を単一の自治行政単位とするよう中国政府に求めている。チベットと呼ぶ領域を自治区の部分のみに限定し、本来のチベットの領域を、ダラいの提示する、大チベットと呼ぶのは、中国現政権によるプロパガンダ用語だとする。中国において、 チベット全体を指して通常用いられる用語は、チベットはその他増族地区、蔵族地区、倉区等である。また、古くは、現代、秋代から、清朝の後期年間までは、チベット全域を指す地域故障の一つとして、トバンが使用され続けていた。これに対し、チベットを、大勢王、大勢族、大倉区等と呼ぶ古庄は、中国政府がチベット全体を、 単一の自治的行政単位として統合するよう求めるダライラマ14世やチベット亡命政府に対し自治区の部分だけをチベットとする立場からこれを非難する論調で使われている。彼らが英語で発信する文章に見えるグレイティアチベット、日本語で発信する文章に見えるオーチベット、オーチベット族自治区、オーチベット区も同義。要中国におけるオーチベットの要は 以下の通り、要例では、いずれも、ダライラマ、ダライ集団、分裂主義者に関連して、これらの語が用いられている。要例1、大制愚楽、中国マスコミが、チベット亡命政府首相の発言として使用した、例要例2、大チベット族自治区、北京州方式者と、国家民族事務委員会の数人の責任者の対話、要例3、大倉区、北京、 中央民族学院、シェーラプニマ副校長による発言要礼4、大倉区、大チベット区、全人代のチベット代表、新茶天神中学活物による、大倉区及び、大チベット区の使用例。要領5、大チベット区、中央坂中国総領事ら伝弘の発言、大を監査内、チベット全体を示す。一般的な用語の要領は、以下の通り、クラク 貴族、人根自然、おさむ相当、天、白雲河、よりつ、嘘国西南水滴チベット、相当どこ方合友、旗的金陣喫、牛羊肉、カツソユ茶、青種、人工源、危機症、死害列、我が地面色黒黒、身体、剣、作、本的蔵族同胞、武器、チベット勢中国族的中心、世界仏教中毒一的一大体系像、 仏教的地。ただし、中国族ならびふぜチベット、在封製造高原部、北部的多味、関四川、雲南東証噴的草原上、文布儀現代的倉族宗教区、在倉民族的中、里秘書、安田倉区は後派区多様さ、秘書、造的チベット家族、西洋中国的三大倉区。チベットといえば、人々は、 祖国の南西辺境にある青い空と白い雲の下に、昼いなくそびえ立つ、チベットを、とても自然に思い起こす。そこでは、有用と念仏が唱えられ、経文を印刷した旗が、僧院の金河原の屋根に変本とたなびいている。サンパや牛、羊の肉を食べ、バター茶や、チンコ工シを飲み、酸素の希薄な高原の大気と、強烈な紫外線にさらされて、私は、肌が浅黒く、 身体創建な馬を自由に狩るチベット族同胞と向き合う。チベットが中国チベットの中心であり、世界仏教の中で独特の一大体系を成しているチベット仏教の聖地であることは疑いもない。しかしながら中国チベットはチベットだけがそうなのではなく、チベット高原の東部、東北部外縁の青海、甘粛、四川。 雲南島の省内の草原上に位置するものであり、そして広大なチベット族の集中,中地域に広がっているものなのである。チベット民族の伝統的な習慣では、このの中にはアムド人のチベットとカム人のチベットも含まれ、これらは過去に映像と呼ばれたチベットとともに中国のサンチベットを構成しているのである。チベットの伝統的な地理区分、 オーチベット、オーチベット区に関して、その立ちベットの地理に関する関連項目、ありがとうございます。